大人の遊びをしようじゃないか。レバレッジ投資家いつきです。本日もよろしくお願いいたします。えー、さあ、SOXL ね、えー、戦略見直しということで、どう考えても今年は上がらないような、ねえー、気がしておりますので、まあ、今年からね、来年にかけて戦略の方をね、まあ、しっかりと再確認していきたいと。原油価格再建、恐怖指数の方もチェックしていきます。それでは12月29日木曜日、SOXL 会議スタートです。 まずこの番組はね、現物の SOXL の威力を見せつけるということで、現物の SOXL を持っていればね、負けないというね、この持論をアンチどもにね、見せつけてやろうという番組になっております。SOXL ね、少々高掴みしてもね、ほっときゃね、そのうち株価が上昇してね、プラスのトータルリターンを出していくと。SOXL を保有するにあたってね、追加の資金、要は追い勝とかですよね、発生しないし、 スカットも来ないと、ガチ補佐していれば必ず勝てるというのを証明していきたい番組になっております。ただしがつきます。はい、今年来ました。91%下落ということでね、1000万がマイナス910万円のトータルリターンをつけているということにね、なっておりますけれども、これで 慌てふためいて、ダメだ残りの90万だけでも手元に置いておこうなんて言ってね、老媒売,売りかけてる人たちっていうのは撲滅していくということになっていきますのでね、この91%下落とはいえ、 ただのね、トータルリターン、マイナスになってるだけなんですけれどね、これに耐えれるかどうか、耐えれる人っていうのは SO X、SOXL 投資ね、向いてるということになっております。そして、いつもね、くどいんですけれど、マーケットに潜む誘惑と恐怖ということでね、大多数の人はね、株価が上昇している時に買いたがるんですよね。今でもそうですよね、エネルギーセクターが50%上昇しているので、来年もエネルギーセクターは伸びていきそうなんで、今からね、飛び乗っておこうとか、 という人たちがね、いてるんですけれどね、アホちゃうかというね、もう今年50%上昇してるんだったら、そこから先何伸びる思ってるねんという話でね、株式っていうのはね、安い時に買って高い時にね、売るんですよ。けれどね、なぜか、通のね、トレーダーの人たちっていうのは、値上がりしてから買うというね、具の誇張をしますんでね、我々レバレッジ投資家っていうのは、安値圏内で購入して高値になるまでね、しっかりと。 待つというね。この待てるか待てないか。まあ、ここがね、勝負の分かれ目かなと思っております。さあ、こちらね、10年祭利回り。今まではね、冷やしで見てたんですけれど、5分足の方でね、少しちょっとね、趣旨を変えております。10年祭3.886ということで、上昇してきておりますよね。10年祭利回りが上昇しているということは、10年祭利回りが売られていると。株式売られ、債券売られですね。 2年債利回りはと言いますと、ここね、1日2日前までは売られていて上昇したんですけれどね、今の段階ではね、買われているということなので、まあ10年債は売られ、2年債は買われというね、まあ債券の中でも矛盾が生じていると。まあそらそうですよね。10年債と2年債、逆イールド、こちらの方も発生してますし、 10年歳と3ヶ月もののね、逆イールドっていうのも発生してるということなので、まあ今年はね、1年間通して矛盾が多かった1年なのかなと。えー、ただ逆イールド起こってるということは、まあ来年以降、リセッションは必ず来ると。今まで、ね、逆イールドが起こって、リセッションが来なかったことはないと。100発100中だということなので、まあリセッションは来ると頭の中に入れておいた方がいいですよね。ですけれど、リセッションが来たからといって、株価が下がっていくのがというのはね、これ また別物だと思いますので、まあ、今回、初の、ね、株式市場に身を置きながら、リセッションを体験できるということなので、まあ、どのような株価の値動きになっていくのか、生で体験できる、これは、ね、貴重な経験になるんじゃないかなと思って、来年、ね、楽しみにリセッションりをで待っております。 こちらは原油価格の方ですね。一瞬80ドルまで行ったんで嫌だなと思ったんですけれどね、しっかりと値段戻してきましたね。原油価格78.56ということで、10月、11月ってね、90ドルを超えておりましたけれど、12月になってからはね、83ドルあたりがね、ピークだったと。まあ、そこからね、安い原油価格っていうのをキープしていただいてますので、これは1月のね、CPI、PPI、かなりね、いい数字出てくるんじゃないのかなと。10月10 11月よりも、ね、10ドルぐらい安くなってますから、まあ、ここは、ね、期待したいところですよね。けれど、期待しすぎて、なんや思ったほど下がってないじゃないかということで、また株価が、ね、下がっていく可能性もあると。 こちらは恐怖指数の方ですね、ナスダック100に連動している恐怖指数ということで、28.38と、前日比プラス2.16%ということで、ね、まあ、大した恐怖のね、上昇ではなかったということになってますんで、まあ、これ、恐怖指数がね、上がればね、老媒より、まあ、下がれば株価が安定して、ガンガン買われるのかなと思ったんですけど、そうでもなさそうですよね。えー、最近、レンジをね、形成しておりますけれどね、低いところでレンジを形成している割には、株価が全然上がっていかないということ。 なのでまあ、この恐怖指数イコール、まあ、株価の上下ということは、ね、あまり考えなくてもいいのかなと、逆にね、株価のボラ率を表してるんじゃないのかなということで、まあ、恐怖指数が少ないときっていうのは、株価の値段の、ね、上下も少ないんじゃないのかなというふうに最近は考えております。だかからあまりこれも、ね、見る必要なないのかなと。 え水曜日株価が下落したのはコロナ懸念が最小でセンチメント悪化ほんまかい,いなということでね。まあコロナかなりね、やばい状態になっているみたいですね。中国のゼロコロナ政策終了で世界中での感染拡大につながり得るとの警戒が広がっていると。いやー、また中国かということでね。もう中国はあのコロナだけじゃなくてこうね、政治的なことでもね、まあいろいろ 問題を起こしてくれると思うんですけれども、もう勘弁してくれよとコロナ禍ということでね。まずは、 イタリア、ミラノのね、保健当局はね、中国からのね、飛行機2便、乗客のほぼ半分が新型コロナウイルス検査で陽性だったって半分と勘弁してくれよ、というね、えー、ことで、これを受けてイタリア政府は中国から到着する,る飛行機について、えー、全乗客の検査を義務付けることを命じたと、えー。そしてアメリカなんですけれど、来年1月5日からね、また陰性証明ですよね、飛行機に乗る2日前に、えー ちゃんと陰性なのかっていうのをね、証明する証明書を持たないと、まあ、入国させませんよというね、えー、ことになってくると。まあこれはね、えー、水際でしっかりと対策していくということで重要なんですけど、日本はどうなんでしょうね。コロナがまた新型で変異株でめっちゃ人死ぬコロナに変化してるんじゃないかという憶測で水曜日ね、株価が下がったと言われるんですけども、勘弁してくれよ。まだコロナ足引っ張ってくるのかというね、いい感じです。 さあ、それではね、SOXL、えー、こちら5分足の方で見ております。プレマーケットの時点ではね、一瞬上がって、マーケットが開くまで下がって、 でマーケットが開いて上昇したんでね、よし、今日は大丈夫なのかなと思ったんですけれど、やはりね、えー、それは大雨の王子だったということで、そこからね、いきなりの急下落と、ただしね、えー、若干の上昇、下落ということを繰り返しまして、時間外取引の方では若干買われてるような状態なんでね、まあ、この8ドル台あたりでそこを売ってくれるのかと、えー、さらにそこを掘っていく展開になっていくのかというね、まあ、微妙な。 感じなんですよね。ただ5分足で見ますと、まあ1日を通して売られたっていうほどではないとは思うんですけれども、若干買いがね、入ってますから、こちらが冷やしの方のね、チャートですよね。まあもう。 綺麗まく、まあ、下落トレンドまっしぐらということなのかなと。えー、ただ、水曜日の最安値が8.74なんですよね。最高値が9.43ということになっておりますので、えー、今日も8.74をね、下回ってくるのかどうかと。まあ、下回っていくんだったら欲しいですよねというね、話になってくるわけですよね。 さあ、私が保有しております SOXL ですよね。295株に増えております。平均取得が16.6。これね、295も買うつもりなかったんですけれど、ちょっと失敗してね、特定口座と一般人差枠をね、間違えて、両方とも特定口座で買ってしまっただけというね、話なんですけれども、今、マイナスね、46.69%下落していると。ただしね、頭でも言ってるようにね、SOXL ってガチオフしてたらね、そのうちしっかりとね、 えー、上昇に移って、まあ、28ドルとか、えー、30ドルっていうのをね、えー、つけてきます。そのうちね、いつか分かりません。そうなってからね、しっかりと、えー、利確すれば大丈夫ということなんで、まあ来年に利復できるんでね、こんなマイナスのトータルリターンが出ているから、あたふたすることなくね、えー、余裕ぶっこいて楽しんでいきましょうと。えー、逆にこの16ドル台でしっかりと SOXL を保有できているというね、ここをね、喜んでいかないといけないと。これが30ドル、40ドル、50ドル、50 0ドル、50ドル。 週の最高値70ドルに戻ったとき、アンチどもは、ああ、なんで俺は買っておかなかったんだと後悔しますからね。彼らっていうのはそういう生き物ですから、安いときは、ほーら、今、マイナスの含み損益出てるやないか、トータルリターン、マイナス46.69%やないか、あほちゃうか、みたいな、ね、指,指さしてますけれどね、今、しっかりと種を仕込んでおくんだということでね、こんなものはね、はい、今、どれだけねマイナスのトータルリターンが出ていたとしても、しっかりとね、保有。 株数と平均食単価を下げる努力をしてるね人間が必ず報われると努力っていうのはね報われないことが多いんですけれど SOXL、so x l レバナスの投資において、基準価格を下げて、保有数量を増やしていく努力をしている人はね100、100%報われますので、安心して続けてください。エイさん、そんな未来が見えるのということでね、見えますよということで、ナスダック100企業、半導体っていうのは必ず世の中にいるもんなんで、必ず株価っていうのはね、高値に戻って、高値を更新していくと。えー、これが決定づけられてるというのが、ソクルとレバナスということになって おりますので、まあ、しっかりとね、今、集めていきましょう。そして、えー、こちらが東賀さんの方の口座で持っている特定口座の方ですね。まあ、これ56株しかないんでね、これもね購入したはずなんでね、購入してないんですよね。えー、11.1446ということで、マイナス20%のトータルリターンのマイナスを出しているということで、まあ、これは来年早々ね出る段階になれば、えー、しっかりと利確の方をして、まずはドルのポジションで、ね、戻しておかないと。まあ、私はもう基本的に。 資産形成で使えるお金っていうのは知れてますんで、しっかりと売り返してね、ドルにね戻して、さらに安くなった SXL を保有していきたいと。 さあ、12月29日、木曜日の戦略というかね、SOXL の戦略の見直しということで、まあ相場は動いてますからね、毎日毎日見直してるんですけれど、こういうタイトルをね、付けた方がね、魅力があるかなということでね、付けただけということになっております。SOXL のね、ポジションが8.86で終わってるんですよね。前日比、マイナス4.42だと。ということで、今日木曜日、16%、目いっぱい上に振れば10.27。 目いっぱい下に降れば7.44ということに、ねえー、なってきますので、まあ、このね、7.44まで下がる可能性はね、あるというふうにね、えー、思って、指値の方は入れていった方がいいのかなと。えー、ただ、えー、実質的にね、じゃあ今日16%もね、上昇するような、下落するようなネタがあるのかっていうと、もうないですね。年末ですし、出来高の方もね、どん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 細っておりますし、ということで、妥協点っていうのはね、まあ、せいぜい下がってマイナス4%。 ということは、8.5ドルあたり。そして、水曜日の最安値が8.74ですから、まあ、このね、8 1.5を基準にちょっと上、ちょっと下というような形でね、指しておけば、まあ、木曜日の最安値っていうのはね、しっかりとゲットできるんじゃないかと。まあ、いいに反して、上昇していけばね、別に買わなくてもいいかなということで、来年またね、8ドルぐらいだったらね、なるチャンスもあるんじゃないかと。この8ドル台っていうのがね、もう今年最後のラストチャンス、来年はうなぎ登りというわけではなさそうなんでね、まあ、慌てることなく、少しずつ少しずつその日の最安値を拾っていきたいと。 まあ私のね、今、保有しております、平均取得単価が11.1446というね、トカさんの、これをね、まあさっさと来年14ドルぐらいになったらね、売ってドルに戻しておいて、再度ね、買い戻しはできたらもうね、10ドル切った SOXL をね、買い戻ししたいなというふうに思っています。まあ7.4ドル切るようならガッツリ買いました。そして2023年一般にサークの買い付けの方がもうすでに開始しておりますので、一応この番組で取り扱っている SOXL ね、公開している SOXL っていうのは、まあ一応短期売買ということでね、えー、しているんですけれども、まあ今からはね、長期の保有の SOXL の方を買い集めていこうということでね、えー、まあ、あと2日間、今日と明日あ、今年はあるんですけれどね、この2日間、パンニーサークの方のね、SOXL の方をどん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 買い付けしていこうと、まあその買い付けの値段っていうのはこの8.5を基準にね、水曜日の最安値8.74。 から下でね、刺していこうかなというふうにね、考えておりますので、まあ、とりあえず短期枠の方ね、これ以上を買い増しするんじゃなくて、短期枠は、売り買いをして増やしていくということをね、していきたいと思ってますんで、短期枠の買い付けは、昨日で終了。そして、今日からは、一般ニースークの方を少しずつですけれどね、その日その日の最安値を拾っていくというね、戦略に変えていきたいと思います。 まあね、いつも私がね、ガチをしてたら勝てますよというふうに言っててね、SOXL 短期取引って書いてるじゃないかと、なんで短期取引をしないんだというふうにね、言われる方もいますけれど、この番組は損切りはしませんからね、SOXL っていうのは現物で持っている限りはね、必ずね、上昇してね、損切りせずともね、利益を乗せてくれるということになってますんで、わざわざ短期取引だからといってね、2週間とか1ヶ月とか2ヶ月とか自分 で、ね、区切って、そして到達したからね、自分で損切りをするなんていうね、馬鹿けたことはしませんと、勝つまでね、私は待ちますということで、私の時間軸っていうのがね、他の人たちの時間軸とちょっと違うんでしょうね、しつこいんですよ。私はだから、勝てるまで待つというね、状態のスタンスでやっていきたいと。ただ、皆さんもね、どうなんですかと、皆さん、負けるためにトレードやってるんですか、勝つためにトレードやってるんですかということでね、SXL はガチ保していたら必ず勝てる商品になってます。 んでまあ今ね、ね意に反して年末ね、ね上がると思ってたんですけれど、意に反して下落していってますけれどもね、ね、まあ、年明けて2月、3月、どっかのねタイミングで上昇というのはね必ずやってくるということになりますんで、まあ、上昇したときにしっかりと打って、再度下落したときに買い戻せるのか、まあ、ここがね一番のポイントになってくるのかなということがありますんで。 しつこいですけれど SOXL ガチ干してたら勝てるということなんでね、えしっかりとガチ干していきましょう。そして安い時にね、買って高くなったら売るということで、一般にさ、この SOXL をしっかりとね、10ドル以下で買い集めて、そして、えー 10倍カメハメハになったとき、要は120万枠をパンパンにしておけば、1200万になって、それが非課税で手に入るということになりますので、まあ一発ここで1200万玉銭を仕入れてね、それをよそで使うことなく、再度 SOXL、レバナンスの軍資金にしていきたいというふうに考えて、今ね、来年の 一般にサークの買い付けの方を開始しているということになりますので、長期番組としてね、私が本当に10倍カメハメハ成功するのかどうか待っていただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら